大王はい、あの今ですね、日本をコロナが席巻してますよ。席巻してますね、はい、大変なことになってますよね。今大変なことになってますね、はい、もうテレビをつければコロナ、そうですね、新聞コロナ、新聞コロナ、雑誌コロナ、雑誌コロナ、全てコロナですね。オールコロナです。オールコロナですけども、はい、やっぱりこのコロナはね、はい、やっぱ簡単には収束していかないと思いますよ。やっぱりそうなんですね、ちょっと長引きますねこれはね、うんうんうん、でもう暗いニュースしかないじゃない。もうそうですね、テレビつければコロナしかやってないしさ、やってないです、ね、高校野球もなくなっちゃったしさ。ああそうなんですよ、ね、もう泣いてたね部員の方たちよね、はい、もうそうなんですね、うん、だって甲子園出るためにさ、もう人生の全てをかけて練習してきたのがね、もうでもまあ夏がね、うん、夏があるからとりあえず春なくてもね、だからもう卒業式もないしさ、入学式もないんじゃないかって言われてる中さ、うんうんうん、僕の大好きなプロ野球も3月20日開幕だったのにね、延期になりました。延期になりましたしね、はい、でも一体いつなのかまだ発表になってないし、うん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 、僕の大好きな新日本プロレスももう延期になってるし、はい、あそうなんですよ。そうですよ、もうマッチも楽しみにしたでしょ。春のニュージャパンカップ誰が優勝するのかってすごい楽しみにしたでしょ。ニュージャパンカップは競馬です。まあ新日本プロレスそういうのがあるんですけど、そんなのどうでもいいんだけど、とにかく全てのことが延期になっていて、そうですね、もう何もかもさ、本当にもう暗いニュースばっかりじゃない、うんうん、でもうね、もうマスクはないしさ、あそうなんですよ、ティッシュもないしさ、トイレットペーパーも、うん、で今はさ納豆がないって知ってる？え、なんでです？いや納豆がコロナに納豆が効くって誰かが言い出したからさ、納豆がなくなっちゃったよ。これ何でもいいじゃないですか、うん、納豆に夜のツタンカーメンが効くって言った方がいいですよ。納豆に夜の酸化飴聞くとおかしくない？違う、納豆にって何なのそれ。コロナ、コロナ、大丈夫、大丈夫か、コロナ、納豆に酸化飴って関係ないんだよ。おかしいですね。まあ、だから本当にそうやっていろんなものがね、はい、ものがなくなってったりするけども、はい、だから本当にこのコロナっていうのはさ、はい、もうこの間ね、うちのスタッフが、うちのスタッフ中国人いるのね。あ、そうなんですね、うん、うちのスタッフ中国人いるから、はい、昨日も電話してね、うん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 、コロナ最近どうなのって言ったら、うん、まあ、彼女はまだ武漢の人じゃないから、あへー、うん、彼女はそこじゃないから、まあ、ちょっと離れたところにいるから、はい、昨日、おとといからやっと正常にいろんなことが動き出しましたって彼女は言ってたけども、うん、でも部下はまだ大変だって言ってたけども、そうなんですね、うん、だからまあ日本もね、一体いつまでねこういう状態が続くのかなって思うけども、うんうん、このコロナはさ、いろんな都市伝説がたくさんありすぎててさ、はい、すごいよね。どんな都市伝説があるんですか？アキラっていう映画があってさ、あ、ありますありますあります、うん、アニメの、アキラがさ、はい、もう多分あれ35年ぐらい前に公開された映画ですよ。そうですね、35年前の公開された映画なのに、その映画のワンシーンの中にね、はい、2020年東京オリンピックっていうシーンがあるんだよ。35年前だよ、35年前にもう2020年東京オリンピックって、はい、東京オリンピック開催までほらあと140何日とかありますありますよ、くあるじゃない、モニュメントとかいろいろあります。そうそう、ある中でその映画のワンシーンの中で、はい、東京オリンピックまであと149日って書いてあって、はい、でそこの下に中止だ中止って書いてあったんだよね。で結局その映画のアキラの中でも、はい、その東京オリンピックってやつは中止になってるんだよね。あ、そうなんですよ。そう、だからそんなのが35年前になんで知ってんだって話ですよ。はい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 、はい、おかしいでしょ。おかしいですよ。でもちょうどそのあとね、その149日で、はい、東京オリンピック開催ってなって中止だ中止ってなってるのは、うんうん、ちょうど2月の28日だったんだよね。あ、だから計算していくと、はい、ちょうど2月の28日に中止って、はい、ね、日本政府が発表したらその予言通りになったんだけども、2月28日は今日オリンピックが中止ってのはなかったよね。まだなかったですね。なかったね。だけどもうオリンピックなんかやってる場合じゃないからね、もう世界的にもう広がっていってね、もうイタリアとかもすごいことになってるからね。あ、見たいですね、うん、でもやっぱりこのコロナっていうのはさ、あ、そういうもう一個都市伝説あるよ。はいはい、もう一個はさ、これはね、1990年の6月1日、1990年6月1日だから、はい、まあ今から大体30年前、はいはいはい、30年前にね、アメリカで一冊のね小説が出たんですよ。はいはいはい、はい、The Eyes of Darkness っていう、はいはいはい、はい、でこれも日本語訳になってね、はい、日本語名では闇の目っていうタイトルで発売になってるんだけども、うん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 、この小説が今から30年前ですよ、はい、そうですね、今から30年前に発売になったその小説が、はい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 、この小説どんな小説かっていうとね、はい、アメリカのある家族じゃなくてある友人関係の仲間が、はい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 、仲間がキャンプに行くんですよ、はい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 、仲間がキャンプに行くんだけども、はい、そのキャンプに行った先で、はい、その仲間たち全員が失踪するっていう事件が起きるわけ、はいはい、キャンプに行ったらそのまま
遊んでた人たちが全員いなくなっちゃう。はい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 。で一体彼らはどこに行った。そうですよね。でもそしたら、はい、1年後に、はい、そのね、少年たちがそのキャンプにさ、その少年の一人のお母さんがいるんだけども、はい、お母さんのところに連絡が来る、はい、それはどんな連絡が来るかというと、お宅のお子さんは生きてますよっていう連絡が来るわけ、はい、っていうなんかミステリーの、はい、ミステリー小説なんだよね、はい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 、でこの舞台とな、まあ、アメリカが舞台なんだけども、はい、まあ、この小説の中に出てくるのがもう衝撃的すぎて、すごい、これはアメリカで大問題になってるんですね、この小説が。今、そこに何が書いてあるかというとね、はい、2020年、はい、2020年中国の武漢で、はいはいはい、ウイルスが発生し、それが世界を席巻するっていうふうに書いてあるんだよね。ほとんど当たってる。で、そのウイルスの名前が武漢400っていう名前なんだよね。それはあれですか、人工のウイルスっていう話なんですか。そうそうそう。ふわー、そう。で、これがアマゾンで売ってて、はい、ちょっと前までこれが10万円だったんだよ。はい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 。10万円だったものが今どうなってるかっていうと、はい、取り扱い中止になってんだよ。誰か10万円で買ってますよ。え、そういう意味じゃなくて、もうその小説自体を、取り扱いをやめてるわけ、アマゾンが。そういうこと。これはどっかからの圧力があったってこと。うーわ、そうなんですね。だって30年前にね、はい、発売になった本が、はい、その中に中国の武漢からウイルスが、はい、発生し、肺炎を起こし、うん、人が亡くなっていく、うん、そういうこのウイルスが世界中に蔓延していくっていう話だよ。おかしいでしょ。ここまでピンポイントで当たってる小説がね、はい、世の中に存在するわけないじゃない。そうですね、うん、もう予言書ですね。そうそうそう。でもそんなのさ、予言で当たるわけがないでしょ、はいはいはい、じゃあなんでそれが当たるのかっていうと、はい、その書いた人は知ってたってことだよ。こういうことが起こるってことですか。そうそうそう。もうこれはさ、もう本当都市伝説の世界の話になってくるけども、はい、やっぱりさ、あれが、ね、もう僕の番組夜の三回目聞いてる方はね、はい、まあ僕の番組にさ、とある筋の方がさ、ちょっと出てくるよ。とある筋、とある筋、怪しいですね。とある筋のさ、諜報員の方が出てくる。諜報員、ほとんど言ってますね。もうこの方の話はさ、はい、まあ、ちょっと尋常じゃないんだけど、はい、あの方からさ、もういろんな話を聞かされてるけども、はい、その中でやっぱりこの世界のね、うん、その100年計画、200年計画、300年計画っていうのはちゃんとあるわけだよ。ちゃんとあって、この例えばね、その2011年3月11日に、うん、もうその福島で地震が起きるとかもさ、決めてるわけだよ。もうちょっとピンポイントでこうやっていろんなこと。そうなんですね。いろんなことをピンポイントで決めていて、はい、あとはそこから逆算していって、はい、いろんなことを起こしていくっていう、もうこれがもうその人が言ってたけどね、そういうふうにね。はい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 。だからこういう100年計画っていうのはおそらくその書く人が知ってた、あ、入手したんだよきっと情報ね。その G Eyes of Darkness 書いた人ってことですね。書いた人がね。でもっと言えば、実はそれが本が発売になった時は、うん、はい、そこには中国の武漢って書いてなかったんだよ。中国のとある地域なんだよ。だけどそれが何ずりかになった時に、はい、何年か前になぜか急にそこに武漢って入ったんだよね。うわ、そうなんですね。そう、だから初めは武漢って書いてなかったのにもかかわらず、はい、でも途中で何ずりかは分からないけども、はい、すごい売れたんだよこれが。あ、だからもう何ずりもすって、はい、だからその時に突然武漢ってなったんだよね、うん、そんなさ当たるわけないじゃん。そうですそうですそうです。こんなピンポイントでさ、しかもそれコロナが全然、はい、何年も前だよ、うん、そうですよね。何年も前にさ、はい、中国の武漢ってピンポイントで当たるわけないじゃない。絶対ないですね、うん、完全に知ってましたね。完全、だからもうあれは完全にね、なんか予言とかそういうのではなく、そういうのを知っているがゆえに、うんうん、やっぱりあの事実っていうのはね、そういった映画とかそういうのもやっぱり小出しに情報を出していくっていうのはあるんだよね。だから UFO だってそうだよ、宇宙人だってそうだよ、はいはい、うん、あれも小出しに小出しに情報が出てくるからね。あ、一気にじゃないからさ、うん、ってことはやっぱり UFO もちゃんと実在して、宇宙人も、うん、っていうか UFO 見たじゃん。見ましたね。一緒に見たね。鹿児島で UFO 見たもんな。僕たち見ましたね。見たよね。あのツアーがあったんですよ。UFO 見ようぜって。UFO 見ようぜってツアーで本当に UFO 見てきたからね。あれ本当に見れるからすごいっすね。本当に見たね。びっくりしたね。はい。実際ね、これ多分皆さんもやればできると思うんだけどもね。うん、僕はあの時のツアーでね、あれどこ行ったんですよ。甑島か。甑島ですね。甑島行った時にね。鹿児島の甑島行った時に本当に天然のプラネタリウムだったね。すごかったですね、星空が。ちょっと
言葉では言い表せない美しさだったね、うん、なんかね。すごかったね、本当にね。あれ冗談の時で本当に星が10万個ぐらい見えたんじゃない？あ、本当にそうですね。星ってこんなにあるんだって思ったね。思いましたね。北斗七星とかはっきり見えたもんね。今まで見えなかった星と星の間にこんなに星たちがいっぱいあるんだっていうのまで見れたんですね。そう、まああれはびっくりしたけどもね、はい、だからそういう、あの時もね、まあ、UFO が見れたじゃない、うんうん、そうですね。でやっぱり本当に UFO ってあの時僕も人生で初めて見た UFO、ね、本当に本当にいるんだと思ったけどね。そうっすよね、本当にそうっすよね。まあね、引率してくれた人がもうほぼほぼ宇宙人だからね。うん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 、うん、そうですね。まあまああれはまあすごい体験をさせてもらったけどもね。いや本当ですね。だからそういうふうにさ、宇宙人であれ UFO であれやっぱりそういうのは小出しに出してくるので、やっぱり宇宙人っていう存在も UFO っていう存在もやっぱりこれからどん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 少しずつカミングアウトしてくるよね。うーん、もっとじゃあ情報量が増えてくるってことですね、うん、確実に増えてくるよね。だって最近本当その UFO を見たって人結構いるじゃない。あともう YouTube とかでもこういう UFO のさ動画とか結構上がってるから。上がってるんですね。上がってる上がってる。へえーうん、だからそういう情報っていうのは必ずね、小出しに出してくるものなんだよね。うんうん。桜松駅の YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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 一周回っちゃってるよこれ。何周回るんですか。ということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。また